平和の象徴を殺せ。この度ヒーローの巣窟雄英高校に入らせていただいたのはみんな、あいつは見ただけで個性を消すっつイレイザーヘッドだ。ブラックホール全員だったのは運が良かった。すごい博打をしてしまっていた。ミロリアちゃんやめて、怖い。広場を避けて出口に向かうのが最善。そうね、広場は相沢先生が敵を大勢引きつけてくれてる。でも敵が多すぎる。先生はもちろん制圧するつもりだろうけど、干した輩以上には見受けられねえよ。こいつ移動してきた途端にチンピラの寄せ集めじゃねえか。見た限りじゃ本当に危なそうな人間は 4,5 人ほどだった。とすると俺が次に取るべき行動は、トドロキと一緒よ。助けを呼ぼうにもこいつ今ジャビングやべえさ。男のくせにうだうだと。どっスタンガン、マジかバカど。通用するわこれ。でも俺を頼れ。軽いなおい。他の方々が心配。お、また作りますわ。八百万桃、個性創造。発育の暴力。雷、こっちみんな。一アクションを終えることだ。そしてその感覚は無理をするなよ、イレイザーヘッド。しかし13号、あなたは災害救助で活躍するヒーロー。ナブゲート、自分で自分を塵にしてしまった。いけ、自動ドア、蹴破れか、蹴破れるはずか。これで全部か。弱えな。よし、早くみんなを助けに行こうぜ。先生があのもやすっちまえばこんなことになっていなかったんだ。男として責任取らなきゃ。せえ、あのゲート野郎は敵の出入り口だぞ。びちゃくちゃダメにやがって、その油断が。頑張らないこと。見つけたぞ。これで6人、少しでも敵の数を減らす。いけ、イーダくん。これもエンジンブースト。しがらきトムラ、歩道不能にはできたものの、チラシ損ねた生徒がおりまして、一名逃げられました。お前がワープゲートじゃなかったら粉々にしたよ。さすがに何十人ものプロ相手じゃかなわない。帰ろっか。あっ、ほんとかっこいいぞイレイザーヘッド。もう大丈夫。私が来た。